僕のお風呂は来月10月で十三回忌を迎えるんですね。で昔は13年前ですけども亡くなった時、あと1ヶ月間無理ですって言われたんですね。で、まあ、築地の国立感染センターで、ね、言われたんですよ。で、まあ、1ヶ月は無理だと言われて10ヶ月間生きたんですけども、その間ノートに、日記をつけてました。で、一周忌の時に発見されたんですけども、そのノートが発見されたんですけど、最後のページはもう真っ黒なんですよね。まあ、多分吐血だと思うんですよ。で、ただこう軽く読めた中でこう書いてあった文字がですね、もう一度生まれ変わったら、もう一度あなたと結婚して浩二と賢治と広之を見たいって書いてあったんです。僕は浩二です。で、次男の賢治は幼い頃死にました。で、三男の広之は多分地球のどっかに来てると思います。で、その最後のページをが今僕の手元にあるんですけども、まあ、ページのノートがね、ありがとうあなたっていう歌を歌ってみたいと思います。私は旅立つ。私を見送るあなたの拳は固く握られていた。その唇はかすかに閉じられた瞳の奥にぽつんと光が落ちた。もしも生まれ変わることができたら、
あ、こちらにもいらっしゃいましたね。じゃあ、僕はね、今日1曲目に歌のタイトルって何だか覚えてます？なんか混ざったな、最初トライゾーンのノスタルジャーみたいな。ちょっと歌交渉になってますよ、それ。なんですか？赤別、赤別、赤いノスタルジャー。さっき歌ったばかりなんですけどね、いかに聴いてないかってことですよね。よくわかりました。でも赤別正解です。あの、拍手差し上げますね。これ、ビール6ヶ月分なんですよ。本当に、どうぞ差し上げます。350cc のビール6本あります。1ヶ月に1本ずつ大事になるからね。あの、お腹壊さないように人肌に温めてありますから大丈夫ですよ。本当に親父ですねと言いながら、そんな、あの、こう振り返るとね、こうなんてやるとびっくりするんですよね、いきなりね。あの時ね、ああすればよかったとか、あんなことしなきゃよかったなとか、ああいう道を選んでいたらどんな自分になってたんだろうとかって思ったことありません？いっぱいいっぱいある。あります。別の自分っていうのがね、別の自分っていうのがもう一つどっかにあるんですよ、ね。バラバラ。あの時、まあ、例えばもしご結婚されてる方だったら、この人じゃなくてこの人と結婚してたらどんな未来があるんだろうとかね、まあ、今笑った方っていうのは多分そのこと思ったことあるんだと思うんですけど、僕もね、たまに稀にですね、時々しばしば、しょっちゅう特別な話に年中無休に後悔してるんですいろいろね、まあ、でもただね、そうは言ってもやっぱり今の自分があるのはその都度その都度選択の連続だと思うんですよ。選択の連続ですよね。阿部ちゃん、選択してますか？してない。それじゃあシャツは白くならない。ピンク着てますね。選択してるからね。そうです、企業の選択です。どこかビール片手にいいですね最後はね、あの歌なんです、そんな歌です、お誕生日というかね、まあ、本当言うとお誕生日、さっきお誕生日って言いましたけども、その後悔というか、まだ見ぬ別の選択をした場合の未来だけね、妙に輝いて見えちゃったりするんですよ。で、そんな輝いて、見えちゃうっていうのは現実が色褪せてるからなのかな、よくわからないです。で、そんなことを歌にしてみました。あなたへという歌です。この拍手は最後の曲ですということに対する拍手ですか、ね、それともあなたへという曲を聴いてみたいなっていうことなんですかね。聴いてみたいです。ありがとうございます。強引ですよね、本当に。はい、じゃああなたへという歌を歌います。もしもあの道を選んでたらと、時の流れが心揺らすこともある。遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみと言えることない悲しみの重さは大切、切な人を失うたびに知る、ぽっかり咲いた花。痩せた体をいつしか強く温かく、
歩まぬ道の先を思えば永遠に道の光が眩しい。締め付けられる思いは過去はこの中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま、いつも支えてくれていたはずだね。手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、今感じてほしい笑い声も泣き顔も、あなたの休まるあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい、笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから。